小田急向ヶ丘遊園モノレール線が近くを走っていた。背景に二代目六号時代の大栄向ヶ丘店の看板が見える。大栄向ヶ丘店は神奈川県川崎下幕上戸にある大型商業施設である。店番号は0230。建物は地上4階、地下1階で小田急小田原線の向ヶ丘遊園駅前に存在する。 岡田やマーズの参加であった参考の店舗、参考向こうが丘ショッピングワールドとして1970年3月21日に開業した。参考と大英の提携により、改装を施した上で1971年に大英の店舗となり、1972年9月10日に大英の直営店舗となった。直営後しばらくは向こうが丘ショッパーズプラザの名称だったが、 その後は、先の名称は公式には使われず大英、向こうが丘店の名称を使用している。建物は大英が所有していた。1971年の開店以来、川崎市多摩区地域、及び道区から1982年に分離成立した麻生区を含む川崎市内の小田急沿線地域で最大のショッピングセンターとして地域社会に大きな影響を与えてきたが、 1992年の新百合ヶ丘エルミロード開店から急展開した麻生区新百合ヶ丘駅周辺地域の都市開発などで証券は縮小した。テナントとしての島、ダイソー、米田コーヒー店などが出店しており、かつては店内にドムドムハンバーガーと米田コーヒー店の場所に大英参加時代のエンディーズも出店しており、大英グループのファーストフードチェーンが 両方とも出展していた。またかつては大英の88円ショップコーナーがあった。またかつてはテナントとして新生堂が出展しており、1980年代のアイドルブームの際は屋上や店舗前広場で新曲発表会が行われていた。多くの場合は見るだけであれば入場無料でレコードを買うとレコードにサインしてもらえた。 新人時代の松田聖子が出演したこともある。2020年6月15日、大英は同年9月30日限りでの向こうが丘店の営業終了を告知した。閉店理由は建物の老朽化で地域情報誌、タウンニュース川崎、多摩湾によれば土地と建物は同年2月に野村不動産に売却されている。今後についての正式な発表はなされていないが、 大英は営業終了告知の中で閉店の表現は使わず一時的に営業を終了してこの地に再出店する方向で準備を進めるとしている。当店はテレビ番組に多数登場している。ありがとうございます。